はい、カバージブロカッパ園長です。じゃあね、この動画ではね、まあ、選手村の様子を紹介してくださってる、まあ、ある、これドイツのね、柔道家、エドワルド・トリッペル選手っていう方が、まあ、なんか選手村の様子をね、紹介してくれているんで、なんかパート1って書いてあるから、いくつも上げるつもりなのかな。うん。まあ、これ、載せとくんで、ね、まあ、もしよかったら見てみてください。で、この動画を見た、世界中の人たちの反応が、まあ、こんな感じ。あなたのようなアスリートが日本の他の場所に行けないのはとても残念です。それはみんなの安全のためです。私はカフェテリアが大好き、そこにいると体重増える、特に日本食がね、私も2015年ここトロントでパンナムゲームが開催された時のピンのコレクション持っていて、ボランティアしてました。あなたとあなたのチームにベストを尽くします、カナダトロントからの愛と応援を送りますとか、チームドイツの建物の周りをもっと見てみたい、それは可能ですか。アスリートがブログ書いているのを見るのはとても嬉しいです。こう祈るとともに出場おめでとう。他、私は本当に本当にオリンピックに行きたい。で、あと英語字幕ありがとう。すべての試合が終わった後、食堂で食のレビューしてもらえませんか。これ内容についてというよりも、まあ結構面白い内容だったんで、まあなんか美しい一本でしたっていうことなんですね。まあ興味ある人は本当見てみてもいいと思います。オリンピック村の内部見せてくれてありがとうございました。楽しく拝見させていただきました。日本に来てくれてありがとう。日本の人のコメントなんのかなこれ。柔道90キロ級の選手ですよね。この方はね。うん、結果どうなったんでした？ちょっとわかんないですけども。でね、そこね、さっきも出てきたこの選手村の食堂の話なんですけども、この選手村の、今度日本食和食のメニューがこちらっていうのをね、なんか情報提供してくれてる方がいるんでね。選手村にはメインダイニングとカジュアルダイニングが存在するが、カジュアルに初めて来てみたら大人気。ほぼ日本食での構成なので、日本人向けかと思ったらたくさんの世界中の国の方々に楽しんでもらえていました。まあ、世界中で和食ブームですからね。っていう話を始めると必ず横入りしてこう邪魔してくる人たちがいるんで、まああえてどこの国の誰とは言いませんけども、これ画像載せときますけどもね、結構普通に美味しそうですよね。てか鮭でかこれはバランス良くない、いいんじゃないですかねえ。まあ海外の人が、まあでも結構もう世界中で和食日本食有名になってきてますからね。まあ普通に器用に食べる人もうなんか別に珍しくないですもんね、海外の方でもね。でもっと早く来ればよかった。やはり日本食はグローバルで評価されてますね。まあバランスですよね、バランス。でもね、このバランスがいい食事を適量取り続けるからいいんであって、ね、いくらバランスが良くても、ね、欧米の方みたいにもうなんか腹12分ぐらい、ね、目いっぱい食べちゃったらあんま意味ないと思うんだけどな。だってどうせこれを食べて平らげた後にハンバーガーとかステーキとか食うんでしょで、甘いものおやつは別腹なんでしょ。あんまりなんか意味なくなっちゃうよな、うん。で、まあこれに対して海外の反応というか、この次が、次、なんか、また違う食べ物がなんか、今度ね、選手たちじゃなくて、このオリンピックに、この、なんだろう、だから取材人ですね、マスコミ関係者の方が、ね、外国人記者がね、いやーもう今回のオリンピックでね、ベストの食材っつったらこれだろ、つって、これあれですよね、なんだっけ、スナックサンドじゃなくて、ほら、何名前ど忘れちゃった。あるじゃん。あれなんだっけ、このほら、パンのさ、サンドイッチしたやつ、ね、パンの耳をこう、ビッてこう切り落としてさ、閉じたやつ、これなんて言うんだっけ？あ、ランチパック、ランチパック。そう、ランチパック。ランチパックのこのピーナッツサンドが、もうなんか大絶賛してる人がいるんですよ。この日本のピーナッツパン、マジでうまいぞ、つって。いや、他にもいろんな食べ物あったろうに。なんでこれなんだろう。オリンピック会場で日本製のパンが海外記者たちに大好評なんだって。まあ、これに限らず、パンが、まあ、なんか取材しながら、カメラで撮影しながら、なんか片手でなんか持って食えるようなもんがいいとか、そういう事情もあるのかな。ね、なんかゆっくりなんかこうね、飯食ってる暇がねえんだよみたいな人に重宝してるとか、そういうことなのかな、ちょっとわかんないですけどね。で、まあなんかこうね、お手軽さで、やっぱり取材のお供っていうことでね、好評を得てるみたいですね。日本のこのなんだろう、パンです。東京五輪は26日までに、日本が8個の金メダルを獲得するなど大いに盛り上がっているが、取材している海外記者のプレスルームではある食品が好評になっているようだと。で、その写真が公開され、カルチャーショックだ、おやつの時間などと紹介されている。カナダの通信社ザ・カナディアンプレスのカメラマンフランク氏もピーナッツ味をチョイス、チャンピオンたちの朝食本当にうまいぞとアップした。カナダの公共放送局 C の五輪リポーターデビン・ハーロー氏も、ピーナッツクリームサンドイッチ、柔道の大会が始まる前に武道館でおやつの時間だ、一本と技ありの時間はその後でと自身のツイッターに投稿。柔道の試合前にお腹を満たしていた、取材の合間に片手で食べられるお手軽さもあって、忙しく現場を動く記者やカメラマンたちに人気の
ようだっていうことなんですよね。なるほど。まあ、確かにね、僕も一時なんか、この、なんだっけ、ランチパックか。まあ、ランチパックっていうんじゃなくて、ほら、なんだっけ、アメリカ人がよくね、子供が自分で、その自分のお昼のお弁当に持っていく、このパンの食べ方でさ、なんかこの食パンを1枚片側に、この、なんだっけ、ピーナッツクリームじゃなくて、なんていうんだっけ、まあ、ピーナッツバターか。うん。を塗って、でもう片方のパンにこのブルーベリージャムを塗って、それをペタコってこうサンドして、あれをね、なんだっけな、なんかアメリカ映画かドラマかなんかで見て、あんな食べ方して美味しいのかな、気持ち悪そうと思ってなんとなく真似したことがあったんですよ。超うまくてすげえ、まだ太ってた頃だったんでね。うん、まあなんかもう今だったらちょっと考えちゃいますけど、まあアホみたいにしばらく食べてる時期がありましたけどね。確かにこのピーナッツサンド、なんか気持ちはわかりますけどもね。で、これを見た世界中の人たちが、あ、実際にこれさっきのフランク・ガンさんがコメントを連発してくれてるんですよね。これがチャンピオンたちの朝食、マジでうまいぞ。で、これがあれば勝てるね。で、どうだったの？で、ガンさんが、本当にすごくうまかったよ。パンの耳カットされてるところがいいんだよね。で、日本の人が、このシリーズいろんな種類があるからぜひコンビニで探して食べてほしい。ね、自分もピーナッツクリーム好き。ツナマヨもポピュラーだよ。で、次の人が、最寄りのローソン行ってカツサンド買うべきだ。で、ガンさんが、それ卵サンドのこと？で、次の人が、カツは鶏肉か豚肉のカツレツのこと。でも卵サンドも美味しいし、最高クラスのファストフードだ。あと、一蘭のラーメン食べてないなら絶対に行くべき。で、午前3時のカラオケの後でねって。いや、だから出歩くなよ。で、ガンさんが、ありがとう、探すことにするよ。外出はあまりできないんだけど、今のところ食べ物は素晴らしいよ。あ、そうそう。なんかね、外出できないらしいじゃないですか。一応、建前としては。それでね、なんかわかんないですけど、日本で、このマッチングアプリを使って、ね、この一般の日本の女性と会おうとする、ね、このなんかアスリートだったり、この関係者だったり、スタッフだったりって、世界中から集まってる、ね、うん、まあ、男性だけなのか、女性もなのか、これはちょっとわかんないですけども。ね、なんかこう、一般の日本人、日本国民とマッチングアプリを介して会おうとするっていうのが、それが流行ってるらしい。いや、だから外出したらダメなんでしょ、だって。で、次の人が、やっぱりみんなピーナッツバター、サンドイッチ大好きなんだな。で、次の人、おそらく日本の法律で本物のバターが使われてないとバターという名前が使えないんだろうな。で、カナダの人、自分はちょうどセブンイレブンのパンケーキ食べたけど君も食べるべき。日本の人が、オーブンで焼けばさらに美味しくなるよ。で、次の人、これは美味しいに違いない。で、次の人が、カナダの人、これはレジェンド的な存在だよ。で、またカナダの人が、手に入るものは食べておかないとな。で、今度デビンさんが、ピーナッツクリームサンド、自分は柔道の試合前に武道館でおやつとして食べたよ。で、次の人が、食べ物のレビュー書いてほしいとこだね。で、次の人、ピーナッツクリームという名称は、なんかピーナッツバターの上位互換みたいだな。で、次の人も、ストロベリー味さらに美味しいよ。次の人が、わさび入ってないの？で、ガンさんが、驚いたことに日本ではあまりわさび使われていない。寿司であってもね。それ、サビ抜けて食べてるってことか。あ、昔だったらもう、なんか、わさびついてるのが一般的でしたけど、今逆でしたっけ？言わないとついてこないんでしたっけ？ね、これは知らなかったよ、だそうです。か、これ人気なんですね。まあ、競技以外にもこういう話、エピソードが出てくるのは、まあなんかオリンピックの面白いとこですよね。そっか、まさかのランチパックが大人気らしいです。ということでね、皆さん今日の夜のね、夜食、夜のおやつはね、ランチパック食べてください。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、最後はね、昨日かな、この、百田さんとさ、有本さんが、まあ、この、ネットテレビでね、まあ、番組で、この、パヨった連中相手に、この、大立ち回りじゃないけどさ、まあ、主に有本さんですかね。で、その時にこの、元官僚、経産官僚だったかな、この、宇佐美さんっていう人ね、なんか、半べそとまでは言わないけど、なんかこの、本当にこの人官僚なのかなっていう、なんか、容量悪いし、なんか、滑舌もあんまよろしくないし、でもなんかこの、しかもね、これね、この、パヨった連中、ね、この、まあ、テレビのこの地上波のワイドショーとかもそうだしさ、コメンテーターなんか、そうだな、有名なところで言うと、あ、そうだ、上海電力さんのこのハーヒーさんなんかがね、上海電力さんとこのハーヒーさんなんかがよくこういうパターンでしたよね。例えばこの桜井さんとかさ、高橋さんなんかとこの番組でこの共演した時には、なんかこのなんか、この半笑いというか、ね、にやけながら、このなんか、で、でも結局なんかこのピシャッとこのなんか、論破じゃないけど、言いまかされて、ね、まともにこの反論もできず、ね、で、その後このなんか後日、ね、
この本人がいないところで、まだなんか SNS なんかでね、このブー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 たれて、あいつら分かってねえんだよ、みたいな。中国抜きで日本の経済回るわけねえだろ、みたいなことをこう言ったりとか、まあ、そういうのよくやってたじゃないですか。まあ、いわゆる陰口ですよね。うん。で、まあ今回もなんかそういうことがなんか起きてたらしくて、でそれをなんかこの聞きつけたこの百田さんがけしからんって、まあなんかそういう展開だったらしいんですよね。パヨった連中ってなんかその場で言いたいことがあるんだったら目の前で言えよな、せめてね。なんでこのみっともしょっぱくせえなんかもう言い訳みてえなこの後出しじゃんけんみたいな、それで実質売り勝利みたいな、何言ってんだおめえっていう、いつもこのパターンっすよね本当に。でね、まあ例えばなんかこの、あれ？この実際にこの有本さんとこの百田さん相手に喋ってた内容ってのは覚えてらっしゃいますかね？この保守も結構ですけどね、このジャパンファースト、ね、日本第一のこの保守も結構ですけど、それがメインだと困るんです、ははは、みたいな。いわゆるそういう感じの発言があったっていうのはなんとなく覚えてますかね？うん。で、その言い訳ですかね？なんか黙っとけいいのにな。で、まあ、ここからちょっと内容の確認ですかね。まあ、その、某パヨクの、ね、元計算官僚の某パヨクのこの言い訳がここから続くんですけど、私の言い方が悪かったかもしれませんが、私が言いたかったのは、太平洋戦争を肯定する政党が日本のメインになったら、外交が成立しなくなり、結果的に国益に反するということです。あれ百田さん、有本さんって太平洋戦争うんぬんなんて話してましたっけ？ん？日本保守党は太平洋戦争をこの肯定する政党ですって言ってました二人は。そんなこと言ってる時ありましたっけ？で、これまだ続くんですよね、この言い訳が。フィリピンで太平洋戦争はアジア解放の戦争だったっていうのは、日本で原爆は正義の爆弾だったっていうのと同じようなことだよ。だからそれも有本さんに、それはそうですよ、当たり前じゃないですかって言われてましたよね。だからそういう歴史認識を持つのは自由だし、それに一定の妥当性があるのは理解するが、それを対外的に言えないのは当たり前よっていうことを言ってるんですよね。うん、何言ってんですかね、この。だからこれもう僕いつも言ってる通りでしたけどもね、要はこの右でも左でも保守でもリベラルでも別に何でもいいんですよね。日本のバッチつけた日本のこの政治家を語るんであれば、あるいはこのやるんであればね、うん、政治的なこのスタンス、ね、思想心情は何でもいいんですけど、前提としてこのまず日本第一ね、ジャパンファーストでなきゃならない、そこを外さなければ、ね、結局どうすれば、ね、今よりももっと日本社会を良くできるのか、ね、日本国民の生活がもっとより良くさせていくことができるのかっていうところが外れてなければ、ね、別に右でも左でも、ね、この中道でも、ね、極左でも極右でもどっちでもいいんですよ、はっきり言って、ね、そのプロセスというか、ね、どこにこの重点重きを置いて、ね、何をメインにね、訴えていくのか、日本社会をより良い社会にするために。でそれをこの国会でね、この政策論争を戦わせる、全然いいんですよそれだったら。日本社会って、日本の政界ってもう全部真逆じゃんね。保守もリベラルも中道もヘッタクレもなんもないじゃん、全員反日売国なんだもんね。自公もだからもう与党も野党もですよ、どいつもこいつも反日売国税のてめえの財布の中身しか興味がねえようなね、ふざけたやからこび中こび感しかいないじゃんだって。でそんな中ね、我々は違いますよって話をしてたんでしょ二人は。うん。でそれにいやね、そういう考え方を持たれるのは結構なんですけど、自由なんですけどね、それがメインになっちゃ困るんですよねってことを言ったわけでしょ。だから本音を取ろうっていうことで、何言ってんだお前っていう話を僕も動画でさせてもらいましたけども、でそれに対する言い訳が今回さっき言った話なんですよ。ん？太平洋戦争の話ってね、この百田さんと有本さんってなんか肯定して、うちらはそういう政党ですって言ってましたっけ、そんな話を。だからこれはあれですよね、この風評被害っていうのかな。ね、うん、だからこの日本保守党が危険な思想の持ち主だっていうことをこの拡散してるんじゃないですか、この人は。うん、陰でこそこそしながら本人の目の前では言わなかった。だからなんだろうな、ね、まあ僕個人的にはこの歴史ってこの事実の積み重ね、事実の連続なんでね、そもそもこの国によってね、この国地域によってこのカン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 ね、どこの国の歴史観、どこの国の歴史観ね、日本の歴史観、韓国の歴史観、中国の歴史観、カン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 ない、それはないと思ってるんで。ただ現状はね、どこの国地域もね、この自分のこの国地域民族にとって都合のいい、ね、そういうこの解釈を、まあ、当然しますよね。それが僕はそもそも間違いだと思うんで。ただ残念ながら、うん、やっぱりまあそういうなんかこの受け取り方、まあ、要はこのそれぞれのこの国地域がね、いいことも悪いこともね、事実を事実としてありのままにっていう、それだとこの国をね、民族を国民をね、まとめることができない国地域ばっかりだから、そういうことになるわけですよね。いい悪いは別にしてね、現実そういう社会なんで、国際社会がね、世界がそういう世界なんで、もうしょうがないんですけども、本来は僕は違うと思うんですよ。であればね、そもそもこの歴史的なこのなんかこのそういういざこざじゃないけどさね、この言った言わない、やったやらないね、そんなところで揉めるわけがないんで。でも実際はそう
そうはなってないじゃないですか、うん、でね、でそれでこのじゃあまあ100歩譲って現状そうだからね、それぞれの国地域で歴史観が、ね、日本には日本の、ね、この韓国には韓国の、中国には中国の、ね、それぞれこの都合のいい歴史観とやらを元にね解釈があるとするじゃないですかね。でそれぞれこの主張する、うん、で当然ねこのなんか例えばじゃあ日本から見てねこの韓国がね、韓国にとって都合のいい歴史、ね、それを事実として、ね、日本に謝罪と賠償を要求してくる、ね、これは飲めるの飲めないのダメですよね、うん、だって嘘でたらめなんだもん。韓国にとって都合のいい、韓国にとって、ね、こうあるべきだっていう正しい歴史、それは事実じゃないんで、うん、言ってみれば分かりますかね。だからそれを、ね、それぞれの国地域で、ね、歴史観を持つ、ね、それはいい、ね、僕はそれダメだと思うんで、うん、てめえたちの中でね、うん、こうだこうだこうしてね日本を懲らしめてやったんでウェーイってやる分には勝手にすりゃいいんですけども、ね、この徳川の連中のめんどくせえところはね、それをね世界中にね自分たちが正しいね日本にひどい目にあったで日本はひどい国でひどい奴らだだから謝罪と賠償を要求するっていうのを世界中にこの日本についての嘘でたらめをばらまいてきやがったんでとっとと懲らしめろっつってんですよ。だからそれをやってこなかったから未だに続いてんじゃんね、徳川の連中からのゆすりたかりが、うん、だからもう違うもんは違う、ダメなもんはダメね、嘘は嘘、もうその都度その都度正していかなきゃダメなんですよ結局ね。なんだかんだ、うん、戦後からこっち、うん、もっと前からも数えてもいいんですけども、ずっとじゃん、ずっとたかられっぱなしじゃん日本は。でなんでかって言ったら日本国内ですら、うん、なんだろう、事実を事実としてね、ありのままに、だってもう事実はもうそれ以外ねえんだからさ、見方を変えればとか、そんなわけのわからんこの操作はいらないんだよね。例えば反日クソマスゴミだってそうじゃないですかね、てめえたちにとって都合が悪い、あるいはこのスポンサー、あるいはこの大本営ね、うん、半島なのか大陸なのか知らねえけど、忖度する相手にとって都合が悪いニュースは報道しない自由の行使とかがまかり通ってんじゃん。もう日本国内がもうそもそも腐れ落ちてるんで、だからここから正していかなきゃいけない。で結局それをね、うん、まあ本当にどこまでやるつもりなのか分かりませんがね、そういうこの発言とかスタンスを取る、そういう表明をすると、やっぱり早速こうやってね、この番組で要は潰しにかかってくるわけですよね。だからこういうやからもね、いや中にはそういう人もいるよねじゃなくてね、嘘は嘘ね、ダメはダメ、デタラメはデタラメだし、デマはデマね、レッテル貼るやつはレッテル貼っているね、うん、デタラメこいて都合よくね、完全に半島のやり口と一緒じゃん。本人がいないところで陰口叩いてね、日本の嘘でたらめ世界中にばらまく印象操作ね。だからこういう輩を一匹ずつ吊るし上げていかないからね、気づいたら日本社会全体がもうそういう輩に牛耳られてね、締められて、でよく分かってない国民はまんまと騙されて、あそうなのかね、日本保守党けしからんみたいな。いや笑ってますけど、本当は笑ってる場合じゃないと思いますよ、うんね、だからもう嘘は嘘、ね、デマはデマ、ガセはガセ、うん、まあ、だからきっちりその都度その都度、ね、始末していくのが普通、そういう社会にしていかないとダメっすよね。偏向報道は偏向報道ですよ、所詮は、ね、すごいよな、太平洋戦争を肯定する政党が日本のメインになったら外交が成立しなくなり、結果的に国益に反する。もう完全に日本保守党ですよ、このレッテル貼りとミスリード、印象操作ですよね、うん、戦争を肯定するね、あの戦争は正しかったんだと肯定している、そういう危ないこの思想の持ち主がね、決闘した政党だっていうことをね、陰口叩いてばらまいたっていう、そういうやつらだよなこいつ、うん、気持ち悪いな普通に。でもなんか日本社会からこういう頼った連中が一人残らずこの一掃される日が来るといいですね。ということで今回は以上です、ありがとうございました。はい、カバーチェブローはパンチョーです。じゃあこの動画ではね、台湾のお話行きましょうか。なんかね、電力不足に悩む台湾を、ある日本企業がね、世界最高峰のガスタービン技術で支えるっていう、そういう状況のお話ですかね。これ東京電力と、東京電力ホールディングスと、中部電力が、まあ、半分個ずつ、折半して出資する、この JERA っていうのがあるんですけども、まあそこが、台湾で、ガス火力発電所を開発するそうで、投資総額約1000億円の大型案件を落札したそうで、2024年の運転開始を目指しているそうですね。で台湾は半導体などの生産拠点として電力需要が拡大している、まあまあ脱炭素でね、石炭火力からガス火力にシフトする流れに商機を見出すという、そういう状況なんですよね。
で、このが出資する現地事業会社が6月に台湾の公営電力会社である台湾電力から宝徳発電所っていうのかな、この台南市っていうところにあるんですけども、の拡張プロジェクトを落札したっていう、そういうお話なんですよね。まあなんかあれですかね、いつもとは違う方面からなんかグギギギ、なんかこう耳慣れないね、耳障りのあまりよろしくないなんか異音がなんか聞こえてきそうですけどもね、いつもとは違う方面からね。まあなんでしょうね、まあ例えばなんだろう、あまりよく知らない人はね、今時火力かよ、なんで原子力じゃねえんだよとかってちょっと思った人もいるかもわかんないですけども、台湾はほら日本に比べたらまあ国土がまあ限られてる、狭いじゃないですか。原子力危険ですよね。だからダムも当然土地が限られるじゃないですか。そうするとやっぱり火力って方になりますよね。だからもう火力イコールなんかこのね、時代遅れってこの考えがもう古いんですよね。古いというか危ういですよね。だからまあない技術をどうこう言うよりはね、原油もすでにある技術をどう活かすかでしょ。だからまあなんだろうな、例えばね、どっかお隣なんかよりもね、比べてこう着実な一歩、だからまあ石炭火力からまあこのなんだろうな、まあ石炭火力の場合だとこのオーストラリアからの輸入でしたっけ。でそうするとね、まあ火力がね、最大出力に、火力こそが最大出力にしかならない国もあるわけで、まあどこもかしこも要は原発ができるわけではないってことですよね。だってほらね、台湾で、もしね、原発やってなんかこう事故があったらさ、あ、もう一瞬で全てが終了しちゃうじゃないですか。あとはまあ風力っていうのもありますけど、まあ沖縄並みに台風来るわけでしょ。それはなんか北海道、日本の北海道にできた最新のこの発電、ものすごい高効率で優秀って話ですよね。まあもちろん放射能汚染の心配とか廃棄物処理の問題はないわけですよね。でもなんでかわかんないですけど、この温暖化対策に非協力的だと、なんか国際的に非難されちゃうんですよね、この日本の火力発電所の外国へ輸出する場合ね。なんかこう実態をね、どれぐらい優れてるかとかっていうね、なんかそういうところは多分知らないで、とりあえず日本がなんかやるとね、この邪魔したい、なんかあの捕鯨みたいなノリでとりあえずなんか叩いとけみたいな、そういうの嫌ですよね。なんですかね、あの車とかもそうだしさね、なんかこう日本が飛び抜けてうまい具合にやろうとすると、このね、世界中のこの欧米なんかを中心にね、この業界団体がさね、なんか対日本シフトみたいなの敷くじゃん。あの排ガスなんかだから、あのね、この要はエンジン、要はハイブリッドでね、かなわないから、なんかこう電気でね、でこのハイブリッドトヨタを締め出してみたいな、ああいうのと一緒ですよね、ノリとしては。そういえば中部電力っていつだったかな、最近なんか確か三重県の南部だったっけ、なんかこう巨大な火力発電所を解体したりなんかしてませんでしたっけ。なんかこの火力、日本のこの火力発電のこの日本の技術って相当世界的に、てかもう独壇場。火力で、なんか、いわゆるなんか、それな、なんていうのかな、この環境基準とか、なんとか基準とか、このクリアして、ね、にもかかわらず、このパワーが得られるのって、もう、日本ぐらいなんでしょ？やりきれるのは。なんでしたっけ？ハイブリッドガスタービン発電機っつんでしたっけ？なんか最新式ですよね。かなり効率がいい、その、北海道の話がこれだったような気がするんですけども。確か、三菱日立パワーシステムズっていうところの独壇場なんですよね。だからもう、火力やれるのは日本ぐらいしかないみたいですよね。なんか日本でもね、なんかこういう技術をね、車もそうだし、この発電もそうですけど、なんか目の敵にする、何でもかんでも環境言ってるなんかセクシー大臣とかいたりして、はっきり言って邪魔ですよね。なんか日本国内にもなんか日本の何かを足引っ張ろうとする勢力必ず出てきますよね。まあ現実的にはこの石炭を燃料にした火力発電ね、この中国もそうだし、世界中で行われているから、この日本のね、この高性能プラント使ったこの火力発電絶対いいと思うんですけどもね。なんてなんかな、これなんて言うんでしたっけ、コンバインドサイクルっていうのかな、この超高効率火力ですよね。日米の充電、重い電気って書く充電メーカーぐらいしかもう作れないですよね。で、だからこの二酸化炭素問題、CO2 問題さえなければね、主力発電設備になれたわけでしょ。だからまあ東日本大震災後のこの原発停止環境での電力供給を支えてくれてた、そういう実績があるわけですからね。重要な発電技術なんですけど、なんだろうな、この時代が悪かったっつったらちょっとなんかね、諦めるわけにはいかないと思うんですけどもね、登場したね。でもこれあれですよね、この別にこの日本もそうだし、この台湾もこの CO2 排出ゼロをこの諦めたとか、そういう話じゃないですよね、これね。だから半導体はね、この良質のこの電力ね、安定供給が必須なわけでしょ。再生エネルギーごときじゃダメなわけですよね。あの風力とかさ、あの手のね、セクシー大臣が好きそうな太陽光とかさ、間に合わないわけでしょ、ね、台湾はほらね、日本と同じかそれ以上に地震も多い国じゃないですか。だからまあ電力的に安定して
ないと困る工場、だって半導体、ね、TSMC なんかもあるわけだから、ね、困る工場、企業だって多いわけですよね。そうなるともう現状火力一択なわけじゃないですか。うん、これはもうなんか世界中の他の国地域の奴らに邪魔してもらいたくないですよね。だからまあガスタービンと、蒸気タービンとこの組み合わせたっていう意味で さっきのコンバインドってそういうことね。まあ発電設備は何でしょう、 LNG か、液化天然ガスを燃焼させたガスで、このガスタービンを回して発電して、でさらにガスタービンから廃棄された高温ガスの排熱を回収し発生させた蒸気で、蒸気タービンも回して発電、だからまあターボみたいな感じですよね。だからこれによって従来の蒸気タービンでの発電と比較してこの熱効率がものすごい高いんですよね。だからエネルギーの有効活用が図れるんですよ。で、燃焼の際にこのなんだろう、硫黄酸化物でしたとか、あと媒塵なんかが発生しなくて、この窒素酸化物の排出量も減少するんですよね。だからまあ石油とか石炭に比べて CO2 排出量を低減できるっていう特徴があるんですよ。だから何でもかんでも火力、今時古いな、時代に逆行してるよっていうのは違うってことですね。ちなみにこの2007年まではこの台湾の台中火力発電所っていうところの、これがまあ世界一の火力発電所だったんですよね。でちなみに三菱重工、日立製ですよね。まあだからもう現状原発がどうしてもダメだったらもう火力しかないんですよね。半導体工場の電力がさっきも言った通りこの風力とか太陽光で賄いきれるわけがないんで。で、ね、地震も多いでしょ？原発にはやっぱ慎重にならざるを得ないですよ。なんかあった時もう一発アウトじゃしょうがないじゃないですか。だからそんな中、日本のこのね、このハイブリッドだったらガス発電かなを選んだのは、いや、賢い選択じゃないですか。ていうかもう他にないじゃないですか。ね、だから火力が一番コスパが良くて、ね、最新型はもう指数的にもいいわけだし。だからこの火力発電っていうカテゴライズがもう古いからやめた方がいいですよね。なんかこう、あんまりいいイメージ。だからこれでなんか風評被害みたいな。誤解されてますよね。古いわけじゃないんですよ。ね、火力発電どんどん日本はね、進化させてるんだから。ね、知らずになんかこの火力っていう名前だけで、今時火力ダメじゃんっていう人日本国内にもどうも多いみたいなんで、これなんか違うジャンル考えた方がいいんじゃないですかね。うん、ガス発電とかさ、クリーンガス、クリーンとか言っちゃダメなのか。うん、なんかね、もう名前で、このなんか火力っていう名前、ジャンルでなんか損してるのが、なんかもったいないですよね。うん、って思いました。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はい、カバーチェ袋、カッパ園長ですよ。さて、じゃあ今度は某国の人がね、こんなこと言ってまして、世界で頭脳が最も優秀な三大民族に、ドイツ人、ユダヤ人、そして我々が選ばれた。恥ずかしいですね。だそうです。これはちょっと大変なテーマを選んでしまったな。まあ最初の人がね、我が国民がね、世界で頭脳が最も優秀な三大民族だと、私が高校生の頃、このようなエピソードを話してくれる教師がいました。彼の科目は？正気の沙汰とは思えないな。その三大民族とは、アシュケナーズユダヤ人、ドイツゲルマン、そして我が民族。でも、この似たような話を幼い頃も少し聞いた気がするので、完全にあの先生が作った作り話ではないと思うし、幼い頃に聞いていた。ユダヤ人は賢く愛国心に溢れ、戦争が起きると祖国を救うためにやってくるが、アラブ人は化け物で愚かで、数が多くてもイスラエルに太刀打ちできない。こんなエピソードのアリューのような気もするが、どうでしょうか。ってことは何、科学的根拠は何もないんだ。てっきりなんかどっかのね、偉い学者さんとかがなんかこうね、調べてみたいな、なんかそういうこう数字とか統計とかなんかデータに基づく話かと思いきや、なんとなく昔学校でこんな話を聞いたことあるんだけど、どうや、そういうこと。なんか全然話変わってきちゃったんだけどあれ？あ、そう、そういうパターンのやつ？で、まあ、こんな、これにね、まあ、暴行の人が続くんですけども、大丈夫かな？ちゃんと腹筋ほぐしておいてくださいね。最初の人が、ナチスとユダは何かの根血のようだが、とか、当時海外に逃亡したユダヤ人もいた、とか、今もイスラエルの若者は軍に入らないために、狂ったことをたくさんしている。そして、イスラエルの女性は募集されるというのに、現実は半分も軍隊に入らない。で、次の人、我が国の人間、我が民族の IQ が高いのは事実です。IQ の評価を我が国の人間に合わせてするはずもないのに多分この人が言いたいのはね、自分たちに合わせて自分たち用にこの IQ テストを作られてたわけではないのに、我々はすごく IQ が高いのは事実だ。そういうことが言って言いたいんですよね
次、この考え方は若干ヒトラーの優生学のようでもあり、ヒトラーに謝ってきた方がいいんじゃないですか。次、我が国がノーベル賞を受賞したら医学賞ではないかと思う。頭のいい人材はみんな医者の時代なので何か成果があるんじゃないかという期待。次、歴代ノーベル賞、なぜノーベル賞を受賞してないのにノーベル賞の話に行くんだ自ら。歴代ノーベル賞受賞者の 30% がユダヤ人で、ドイツは102人にも達するが、我が国はかつての元大統領の平和賞を除けばたった一つのノーベル賞も受けたことがない、我が民族がこれらの民族と肩を並べるのは少し恥ずかしいです。恥ずかしいんだ。次の人が、だから我が国は先進国入りがカットされますよね。カットされるってどういう意味？先進国入りがカットされるってどういうことだろう。なんか途中なんか経ていかなきゃいけない段階をすっ飛ばしていきなり先進国入りも無理ないよねみたいな、そういう感じでいいのかな。で、次、国民の水準が問題である。あれ、ちょっとなんかそう水差すようなこと言っちゃダメじゃんね。いつも通りで行こうよね。様式日、様式日。まあだいたい予想通りでしたね。すごいね。別になんかどっかの大学の研究チームとかが発表したわけではない。何の裏付けもない。ただ単に昔を振り返ってみて、そういえば私が学生の頃先生にこんなこと言われたんだよね、どうみたいな感じで盛り上がる。それでこれだけ盛り上がれるんだからね、平和っすよね。まだまだ大丈夫ですね。すごいコンプレックスですね、このノーベル賞に対して。なんだよ、もう年始からもうね、今年な、2021年。早速全開で笑いを取りに来ましたよ。いや、もう今年も、去年で終わるかったら終わるわけがないんですけどね、今年もね、またこのね、彼らのこの自画自賛はね、スタートからもう度を超えてるからな。笑い納めかと思いきやね、もう笑い始めからもうアクセル全開すぎ、本当に。そんな、もうちょっとこうね、ペースってあるんですけど、ペース。容赦ないですよね。まあ確かにね、去年もから引き続き今年もね、もうこのコロナで世界はまあどっちかというと暗い雰囲気だったじゃないですか。でもね、すごいね、同列で並べられるね、ゲルマンとユダヤもかわいそうですよね。なんで俺らがね、笑いを取りに行く片棒担がされなきゃいけねえんだ。心の声が聞こえてきますよ。いつものあの、なんかグギギギギっていう耳障りのあまりよろしくない音じゃなくて、ゲルマンとユダヤの心の叫びが聞こえましたよ、俺には。まあでもね、まあ彼らがね、自分たちのことをね、何をどう言って、どう評価しようが、それは自由なんで、好きにやったらいいと思います。それについては別に何も言いません。ね、ただ一つお願いしたいのは、日本には来ないでいただきたい。いや、絶対に来たらダメです。それだけです。いや、いいんですよ、何を言っても。ね、日本に来なければ何を言ってもいいです。ね、絶対に来たらダメです。だって代わりに我々は絶対行かないですから。ね、早いとこ日本国内にあるこの亡国のね、亡国語ね、表記あれ消してもらいたいですよね。改めて欲しいですよ。だってね、他こうね、パッと見ね、一瞬ね、なんだろう、一別くれただけでもね、パッてこう入ってくるはずのね、むしろそれぐらいもうスピーディーにパッパパッパ情報入ってこなきゃいけない情報がさ、あれと一緒に併記されてるだけで、何どういうことみたいな感じで見にくいですもんね。情報がほら、情報としてね、入りにくくされたらほら、日本国民が困るようだったらそんな余計なことしてほしくないじゃないですかね。まあちょっとね、話取れちゃいましたけど、じゃあだって母国の人に聞きたいんですけどね、そもそもね、あなた方に世界的に何か偉業を成し遂げたことがある人ってかつていました？一人でも。いや、あ、強いて言えば今の大統領か。ね、だってほら、貿易はさ、世界最高峰って言ってましたよね、ついこの間、ついこの間のことですよ。まあいいんですけどもね。まあちなみになんかこのね、コメントの中でも言われていたね、かつてのこの某国の大統領、元大統領でね、唯一無二のね、某国人ノーベル賞、その真実とはって、これはもう知ってるから、あえてここで詳しい説明はね、省きますけど、ね、金で買ったんです。だから金で買ったと未だに言われるわけでしょ。あれ？この辺の前後は大丈夫ですかね。要はノーベル平和賞は史上初のね、この南側と北側のこの首脳会談が実現したことでもらった、そういうね、要はノーベル平和賞だったんですよね。太陽政策の件って言えばわかりますかね。ただこの大統領ね、首脳会談のために、要はそのね、北側のね、指導者、当時の指導者ねの海外の秘密口座に4億5000万ドル送金して実現させたっていう話ですよね。で、実際これアメリカのね、この議会調査局が報じてるんで、2002年の5月ぐらいだったかな。で、また推薦状を書いてもらうために、東ティモールの
首相と大統領に200万ドルずつ、賄賂を送金したと。これはまあアジア地域の人権擁護の件だったかな。で、これを後にバラした、要はこの某国の政府の人が、まあ、政治亡命する結末になってますよね。うん。まあそれは金で買ったって言われてもしょうがないですよね。うん。まあちょっと話またそれちゃいましたけど、大事なことだけね、お伝えさせていただくとね、別に何をどう妄想してね、うん、ニヤニヤするのも結構なんですけど、絶対に日本に来たらダメです。ね。こちらからは絶対に行かないんで、ね。うん、絶対に日本には来ないでくださいね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はいはい、カバーチェブクロー、カッパ園長です。じゃあ今度のお話は、今度ね、お話ですかね。海外の人がね、とうとう中国からコロナウイルスの発生について報告を受けなかったことを認めたぞ。なんかそんな話が出てきてるんでね、ちょっと興味深いんで見ていきましょうか。WHO が中国からコロナウイルスの発生について報告を受けなかったことを認める。まあ要は、中国がね、中国がコロナウイルスの発生について警告をした。という主張を撤回したんですね。で、これはアメリカが50ページにわたる報告書を提示し、中国は武漢でのコロナ発生についてには報告しなかったと結論付け、次のパンデミックを防ぐためにその改革を要求した後のことであると。中国はひっそりと、コロナ対応についてのタイムラインを更新している。で、アメリカの、マイケル・マッコール議員は WHO と中国共産党がパンデミックの起源についての、私の報告書を読み、ようやく事実を認めたことを嬉しく思う。共産党は庁の規則に違反し、ウイルスの発生を決して庁に報告してなかったと述べている。これから問題になるのは、共産党が世界に嘘をつき続けるこの違法キャンペーンを続けるのか、それとも一度クリーンな状態になり、この致命的なパンデミックを食い止めるため世界保健機関と協力をするのかいうことです。アメリカは中国共産党がパンデミックに対し圧倒的な責任を負っていると語り、病気の蔓延と特性を隠した結果世界的なパンデミックになったと発表した。中国にはコロナウイルス蔓延を隠蔽するために誤報を流し、医者を脅迫し、 WHO を騙し、外部の医療専門家をブロックしたという証拠がある。中国は2019年の段階で人から人への感染があることを知っていたにもかかわらず、庁は2020年1月14日、中国は人から人への感染の明確な証拠を得ていないと報告していた。WHO テドロス事務局長は中国の対応を称賛していたが、庁内部の記録では中国の不透明性について不満を述べる声が上がっていた。中国は繰り返しのようにパンデミックの発生を報告したと主張していたが、6月にアメリカで報告が行われて以来主張をやめているようである、ということなんですよね。庁内部の記録では、中国の不透明性について不満を述べる声が上がっていた。で、中国は繰り返しようにパンデミックの発生を報告したと主張していたが、6月にアメリカで報告が行われて以来主張をやめているようである。あれ、これさっき言ったっけ。まあいいか。で、海外の人たちはこれに対して何て言ってるかというと、ちょっと国籍わかんないんですけどね、中国当局は秘密主義の権威主義であり他国を妨害し続けている。どんな取り繕いをしようがそう考えざるを得ない。それに対して、そもそもなんで中国の言うことを信用するんだ、あの国は強制収容所を作りそれを西洋のプロパガンダと言っているんだぞとか、アメリカの人が多いのかな。中国は、強制的にウイグル人に中絶や避妊手術をして出生率を下げている。ウイグル人は子供が多すぎると主張する一方、漢民族にはより多くの子供を持つよう推奨しているとか、中国は1月に都市封鎖していたわけでコロナ発生について報告していたんじゃないのかとか。で、それに対して WHO と中国は12月31日に素早い報告を行ったと対応を称賛していた。しかし実際には WHO は1日前に台湾から警告が来ていたことを無視してるし、12月31日に中国に質問して3日後にウイルスの存在が分かっただけ、しかも詳細についてはほとんど明らかにされなかった。中国は決して WHO に連絡してないし、質問すら数日間無視されていた。で、中国が武漢で、肺炎患者が急増していることを報告、最終的に新型コロナウイルスとして特定される、これが12月31日で、修正後は、中国にある WHO 事務局が、武漢市保健委員会の、ウェブサイトから中国でウイルス性の肺炎が報告されていることを知る。で、WHO はアメリカの金が欲しくなって、ようやく動いたかとか、これが終わったら中国には全ての責任を取ってもらうべきだとか、そんな声は確かに多いですね。共産党の手下どもが擁護しにやってくるぞとか、スケープゴードだろう、アメリカはコロナ対応に失敗したからそう言ってるだけだとか、まあ中国の人もね、まあ言いたいことはあるのかもしれないですけどね。中国がそういう症状があることは知っていたが、ウイルスだとは気づいていなかったんじゃないのかとか、それに対して可能性はあるが、肺炎患者の急激な
増加は明白であり、武漢の医療機関がひどく役に立たなかった、立たなかったのか、誰かがそれを隠蔽するよう指示していた、指示していない限りありえないとか、それで他の世界大国は中国の発生を非難できる立場なのか、ロシアは今も隠蔽してるぞとか、いやマジで中国は責任を取るべきとか、またアメリカ政府は責任転嫁しようとしているのか、超は信用できない、超が中国のために隠蔽工作を行い世界中の人々を危険にさらしたことを認めたってことでいいのかとか、でそれに対して4月の時点で誰もが WHO がそうしていたことを知っていたけどな、中国の傀儡組織だ、まあそう言われちゃっても仕方がないのかなってとこですよね。ただアメリカはアメリカでね、中国のことどうこう言ってる場合じゃないんじゃないのって気はしますけどね。中国だってアメリカに言われたくないけどって思ってる人もいるんじゃないですかね。で今度はねその中国のね、また別な話なんですけどね、なんかどうやら今中国ではね、フェイクメイドインジャパン、要は日本製の偽物がっていう商品がね広く出回って問題になってるそうで、まあなんか中国の人がね、これらの商品は全て中国製だから気をつけろ、なんかそういう注意喚起みたいな話が上がってきたらね、ちょっと見てみましょうかね。中国のネットメディアでは、中国では、偽日本製商品が広く出回っている、これらの商品は全て中国製だから気をつけろ、そういう記事が掲載されている。最近似たような記事が別にもいくつもあって、この記事とは異なるものもたくさんあった。でそれらを見た中国の人たちがそれぞれコメントをしている。気になるのはこのね、やたらと北海道っていう表記がね踊りまくってるんですね。なんか多分こうアイスとか、あとスナック菓子とかですよね。なんかとりあえず北海道って書いとけば、あこれ日本のなのかなって勘違いさせて、売り上げにね、なんか売り上げアップになんかこうね、うまく機能してるみたいな、なんかそんなっぽいんだよな。ちょっとねそういうのやめてほしいですよね。でまず最初の人が北京さん、無知税、知らない税って言って、ちょっと意味がよくわかんない。で上海さんが、日本のお菓子が美味しいということの方が大きいとか、カホクさん、大きい会社の商品であれば信用できる。でそれに対してカナダ在住の中国の人が、三鹿、漢数字の三に馬鹿の鹿を当時書いて、その三鹿、三鹿、まあ、当時大企業だったけどなと。中国では2008年に国産メーカー、この三鹿、三鹿、ちょっと読み方わかんないですけど、集団の粉ミルクの有毒物質のメラミンが購入されていた事件が大きく報じられて、国民の間で粉ミルクの品質への懸念が拡大した。あーなんかそんなこと あったっけ、なんかなんとなく覚えてるけど。でそのため香港などで海外製のミルクを買い占めたり、海外から取り寄せたりする人が増えて、まあ、各地で品不足を引き起こすなど、中国の粉ミルクをめぐる混乱が続いていた。でそこの三鹿集団は2009年に倒産した。まあ今はない会社なんですね。で関東さん、スーパーの特売で売られてるサントリーはほぼ偽物。ははははそういえば日本のスーパーのレジでも、なんか特定のメーカーのね、チョコとかガムとかがずーっと並んでる状況が続いてたと思うんですけど、あれはどこのお菓子なのかわからん。で、次の日本にいる中国の方、伊藤園のお茶美味しいよ。中国での知名度はあまりないけど、とか、上海さん、日本企業でバイトしている若い中国人のおかげかな、とか、それに対して遼寧さん、日本でいろんなことしている若い中国人女性のおかげかもよ、とか、なんだそれは。サントンさん、中国製は品質は悪く、値段はそれほど安くなく信頼性ゼロ。でそれに対して石膏さん、信頼性ゼロに対しておそらくはこれで、北京さん、違法でなければ別にいいんじゃねみたいないや違法ですよ。でそれに対して深センさん、消費者に虚偽のイメージを与えて持たせるようなデザインは違法だ。ああやっぱ分かってる人は分かってるんですね。でアンキさん、この記事に出てきた商品はもう買わないとか、コナンさん、日本という単語は高品質の代名詞だから仕方がない。だからその商品とかサービス存在しないのに、なんかやたらめったらなんか日本語ね、地名とか、そういうのをなんかこう商標登録かけまくるっていう、そういうなんかよくわかんない動きが問題になってましたよね、中国ね。確かで、福建さん、サントリーの模倣品は中国で広く流通している。さん、雷壁、雷に、壁みたいに単純ではないのな。これあの要は中国版のスプライトのことらしいんですよね。うん、そっくりですね。確かにもう、あ雪か、これ雷じゃないの、石壁っていうもの、なんかよくわかんないな。これはまあパクリ商品だそうで、味はね、もうとてもじゃないけど飲めたもんじゃないみたいです。あれでも2種類あるな、これどっちかが本物なのか。左の本、雪に壁って書く方が、あ、そうかそうか、あ、そういうことか。ちょっと勘違いした。中国でスプライトはこの雪に壁。で、このもう一個の右側の方が雷に壁って書く、こっちがパクリ商品。パッと見似てるけど全然違うらしいっていう、そういうことですね。あー、なるほどね。で、最後、北京さん。中国人の外国製品好きは今に始まったことではない。文句があるのは中国製品の品質を外国と同じレベルに引き上げてから言ってくれ。これは誰に文句言ってんのかな。ということでした。では今回はね、
ね、以上になります。ありがとう。確かね、北海道のお土産も丸パクリされてましたよね。何でしたっけ、面白い恋人とかでしたっけ。あれあれは国産品なのかな。まあサントリーの偽物が売ってるっていうのがちょっとびっくりでしたけどね。そんな有名なの、よくそんな有名なの平気でパクって売れますよね。ちょっと我々の感覚からするとえって感じですよね。なるほど、残念なお知らせとしか思えませんけどもね。さあ今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はい、カバジグロカッパ園長です。さてと、じゃあこの動画ではね、メンタリスト大吾さん行きましょうか。なんかまずメンタリスト大吾さんを、まあ非難した、まあ人権団体、な昨日の段階で4団体ってありましたよね。まあ大吾さんのほら、謝罪撤回再謝罪動画みたいな、なんかよくわかんない動画ありましたよね。あれを受けて、まあこの大吾さんの謝罪は受け入れないっていうね、そういうお話らしいですよ。東京つくろいファン代表っていう方、稲葉さんっていう方なのかな。社会的影響力を持つものが人を死に追いやりかねない発言をしたんだから職を追われるべき、その結果弱者になったら支援しますよ、だそうです。なかなか皮肉がキレッキレですよね。まあなんかね、ツイートらしいんですけどもね、厳しすぎると言われるかもしれませんが、芸能人であれ、教員議員であれ、社会に影響力を持つ者が、人を死に追いやりかねない発言した場合は、一発アウトで職を追われるという前例を積み重ねていかないと、社会は劣化する一方だと私は考えます。つくろいファンド代表の人が言ってんですよ。将来、その人が生活に、だからその人ってこの場合は、大吾さんね、生活に困窮するのであれば、もちろん支援はします、だそうです言われちゃいましたね。まあなんかさ、そうだな、この件でこの例えばそうだな、大吾さんのなんだろう、この D ラボの闇みたいな話が話題になってたりね。まあこれちょっと話長くなるんで、これについてはちょっと関係ないんで直接、割愛させていただきますけど、興味ある人はね、大吾 D ラボで叩くといろいろこのね、出てくると思うんでね、なかなかやばいですけど。でね、大吾さんかつて、こんなことをおっしゃってましたよね。誹謗中傷で追い詰めると謝ってくるアンチがいるけれど、仕事でストレス溜まってた会社員とか、むしゃくしゃしてた主婦が多い。これ大吾さんがツイートしてるんですよ。悪いけど容赦しないよ、他人の人生潰そうとしたんだ、同じくあなたの人生潰すまでやりますよ、僕は示談などない、自分の軽率さを悔やむがいいって断言してるんですよね。どうだろう、大吾さんもやっぱこう言ってるからかな、ね、謝罪動画に騙されたらいけないっていうことでいいですか。まあおそらく今頃ね、この他人の人生潰そうとした軽率さを大吾さんも悔やんでらっしゃるんじゃないですかね。これなんて言うんですかね、セルフ論破って言うんですかね、論破王、あ、もう過去形か。かつての論破王、ひろゆきさんもびっくりですよね。だってこれ何言ってるかわかりますよね。だって自分が他人に対して言ってきたこと、してきたことをね、今度は自分がやり返されても、自分もかつて同じことやって、同じこと言ってたんだから、文句は言えないですよねってことですよね。で、まあなんかこの謝罪撤回再謝罪動画で、なんかこうね、大吾さん差別発言に涙の再謝罪ね、母が生きてたらこの状況どう思うかみたいな、そんなフレーズのところではなんかこう、涙を拭う仕草を見せてたらしいですけど、もうこれ速攻嘘泣きってバレてますからね。まあだからこそこのね、人権団体のさっきのこのね、稲葉さんでした、代表の方はね、ああいう感じでね、このメツイートしたんだと思いますよ。大吾さんかつてこんなこと言ってました。情報を促す最終手段、それは泣き落とし、相手の心に罪悪感を生み、やがて情報を引き出せるポイントは相手の予想を上回るように少しオーバーに泣くことだそうです。まあ、最近こういうパターン多いっすよね。過去の発言をさ、ね、引っ張ってこられてやられちゃうパターン。なんだろうね。ある意味この、なんだろう、この、今回のこの騒動で過去に投げたブーメランがね、この帰ってきてぶっ刺さるの、これ何発目ぐらいですかね。なんだろう、ある意味すべての行動にソースがある男。そっか。過去の自分が解説してくれる。これがメンタリストのメンタリズムってやつなんですかね。まあなんだろう、どうせ最後ね、嘘泣きまでして謝罪ね、の真似事までするぐらいだったらさ、さっさとね、もうポーズでも何でもいいから謝罪と発言撤回しとけばよかったのにね。やれエンタメだの、ね、言い過ぎたわだの。なんだろうな、このチンカチキンレースみたいな感じのことをやってましたよね、途中でさ。あれがまずかったんじゃないですか。だってそうやってね、なんかよくわかんないね、このセルフチキンレースみたいなことやってる間にさ、ね、思った以上に火の手がどんどん強くなっちゃって、ね、もうなんかこうして、なんかこう、地位をね、差し出すとかじゃないと収まりつかないレベルになっちゃって、まあ結局スポンサーからなんかあれでしょ、一言二言なんかクレームでも入ったみたいなこと言われてましたよね。まあでもほら、大吾さんの大好きな炎上商法的にはこれも含めて美味しいんでしょうから。だってほら、さんのこの謝罪をしたけれども過去の自分がね、徹底抗戦の構えですからね。まあなんだろう、弱者になったとしても、
ね、人権団体がね、助けてくれるらしいから、ね、その辺も含めて大悟さん、まだまだ安心、余裕があるんじゃないですかね。でね、そんな大悟さんに、ね、なんか、なんだろう、なんか強力な援軍かと思ったら、なんかそこまで強力でもなくて、なんかこう、アクロバティックな擁護をし始めちゃうね、人が現れたんですよね。これ古市さんですよね。なんか古市のりとしさんが、アイドナショーでなんか発言かな。まあ、大悟とは仲いいんですけれど、これはあの、古市さんの発言ね。これはちょっとごめんなさい。僕はあんまり悪くないんですけど、悪くないって何のかな、代わりに謝るっていうか、僕自身は命に価値付けをしたらいけないと思ってるんですね。究極的にはちょっと遠回りになるんですけど、死刑制度に対してもちょっとあれって思ってるんですね。あれなんだろう、これまた論点ずらし作戦かな。これ死刑制度関係ないと思うんですけど、やっぱりこの国には死刑制度ありますけど、死刑がある段階で犯罪者は命を奪ってもいいっていうことをみんなは是認してるということでもあるわけじゃないですか。僕個人としては死刑に賛否があるのはわかるんだけど、どんなことした人であっても命は大切であるべき、誰もが自分の意思以外で殺されるべきではないと思ってるんですね。だから当然ホームレスであるとか、どんな犯罪者であろうが、ホームレスとか、生活保護受給者って何、犯罪者扱いなの、この人的には。ある意味捉え方は斬新だな、新しいな。そっか、ホームレスって犯罪者なんだ。命は平等に大事だって思うんですね。だから僕自身の考えとも、その君が今回言ったことはちょっと違うと思うんですけど、ただ一方で大をなんか批判してる人も、じゃあその究極的には死刑制度とか、他の人権の線引きをどこで引くんだということを、ちょっとこれを機に考えてほしいなと思っていて、みんながどっかで人権の線引きをしてると思うんですね。死刑囚は極端な例だとしても、ここまでが大事で、ここから先は大事ではないとか、もっと言えばじゃあ人間は大事で猫はいいのかという議論も、これは本当に議論すべき価値がある話で、我々肉とか食べてるわけですし、どこまでユニバーサルに権利を認めるのか、どっかで線引きは必要なんですよ。その線引きをどこで置くのかっていうことを、これを機にみんなが考えるべきだなってことが一つと、10年前生活保護のお笑い芸人の方の騒動を思い出して、ああありましたよね。お笑い芸人のことがきっかけで生活保護が是非みたいな論争が10年前にあったじゃないですか。あの時すごい世の中変わったなと思って、あの時僕結構生活保護ってのは大事な仕組みで、別に家族の扶養義務とかを言うんじゃなくて、まず困ってる人に対して生活保護ってのは大事な仕組みなんだなってことを結構テレビで言ったんですね。そしたらめちゃめちゃ批判されて、生活保護なんて不正受給がたくさんあるんじゃないかとか、あんなものはひどいみたいなことがむしろ多数の声だったんですね。だからそのあれが2011年で、今2021年で、この10年間でこの国の生活保護に対する理解やあり方が深まったのは、それも一個いい変化だったのかなと個人的には思ってます。ある程度の炎上はいつも織り込み済みだと思うんですけど、でもあれめちゃくちゃ落ち込んでると思うんですよ、だそうです。何が言いたいのかよくわかんないですね。何を言ってるんですかね。ちょっと本当に何言ってるかわかんなかったですね。なんだろう、犯罪者と、ね、死刑囚、ね、ホームレスと生活保護、いや横並びにされてもね、なんでここで死刑制度の話が出てくるのかさっぱり最後までわかんなかったんですけど、やっぱり論点すり替えるつもりで言ってきたのかな。うん、ね、ホームレスと、ね、生活保護と、ね、死刑囚何も関係ないじゃないですか、ね、なんだろう、論点ずらしに勤しんでるようにしか見えないんだよな。だってね、本当にね、仲のいい友人だ、仲がいいまでは言ってなかったっけ、友人だとしたら、本当に悪いこと言ったこと言った、やった友人は叱らないとダメじゃないですか。本当に仲がいい相手のことを、お互いに相手のことを思える、そういう関係だったらね、まあそれ違うだろう、言うのが本当にね、友人って言うんじゃないの。うん、ね、なんかそういうことができないで擁護するのは、同じ穴の無地なみたいな、同様に悪ってことになりません。うん、それとも逆か、同志なだけに気持ちがわかるみたいな、そういうことでいいのかな。うん、まあ生活保護とホームレスは犯罪者と同列っていう認識ってことでいいのかな。うん、なんかやたらとこう線引き線引きね、途中から言い始めましたけども、なんか役に立たない人間の命は軽視してもいいっていう価値観は線引きっていう次元の話じゃないと思うんですけどもね。うん、まあ、なんか結局この芸人さんとかこのコメンテーターとかね、その辺界隈の人がこのワイドショーとかね、よく登場してね、うん、コメント、ね、発言するじゃないですかね。結局この人たちって要は自分たちの、要はこのうちは仲間、ね、をかばうためだけにコメントしてるんですかね。なんかそういうパターンすごく多くないですか。全員とは言わないですよ。まあでも結局擁護の類なのかな。無関係の人間にはまあ皮肉を交えてね、批判することができても、お仲間身内の批判はやっぱりできないってことなのかな。そっか、古市さん的にはこのホームレスとか生活保護は犯罪
だったんだ。それは斬新な意見ですね。ていうか大悟さんがね、この件でね、落ち込んでるとも思えませんし、ね、本当に落ち込んでたとしたとして、ね、それが何だって話ですよね。だってあの発言のね、連続でさ、ね、だってホームレスの人とか生活保護の人、ね、文字通り命の危険が出るっていう人だっていたかもしんないですよ。あれ？そういえばさ、あの、オリンピックのほら、あの、小山田さんの件あったじゃないですか。あの時も確かね、なんか古市さんってこの大悟さんと一緒になって、なんかこうね、障害者叩きしていた、そんな件があったと思うんですよね。うん。まあ、なんだ。じゃあ結局、類友ってことですかね。なんだ。まあ、自称社会学者と自称メンタリストで気が合うんですかね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげん。はい、カバジャグルカッパン長です。じゃあ最後この動画ではね、総裁選の今度はあの、高市さん。まあ高市さんだけじゃないんですけども。まあこの女性誌において、まあその、掲載されてるね、この総裁選特集の中で、この、ある政治評論家の方々がね、突っ込みどころ満載の採点をやらかして、読者がね、なんかこう、唖然とするみたいな。これね、まあ多分ターゲットは高市さんなんですよ。だからまあこのね、女性誌の、まあその、あるこの総裁選の特集コーナーで、まあポスと菅を、まあ、それぞれ辛口採点していくんですよ。5人かな。で、もう、どの人も別に大絶賛っていう人は、はっきり言っていないんですけども、その中でもね、高市さんは、要はその、なんていうのかな、火の打ち所がないっていうとちょっと違うんですけども、まあ、それでもなんかこう、絡みにくかったのかな、この女性誌の、ね、この政治評論家、登場していた。もう無理くり、ね、性別は女性だが、ね、女性初の総理になってもね、この人の中身はね、男性だ。ね、女性にあらずみたいなわけのわからんこと言ってるんですよ。いくら気に食わねえからって、ね、別に失言や失態があって、こうこうね、こういうね、問題があるから、なんだろう、総裁にふさわしくない、総理にしてはいけないって言うんならまだわかるんですけど、そうじゃないんですよね。そう追求する、なんだろう、気がない、場所がないから、無理くり女性にあらずまで言っちゃうのかな。むちゃくちゃですよね、ほんとマスコミの連中ってね。ちょっと見ていきましょうかね。菅首相の電撃退陣表明直後に始まった総理総裁の座をめぐる非常な戦い、もう勝手に自民党内でね、この潰し合いが始まってるみたいなですからのね、このコロナ禍でけしからんみたいな、派閥闘争にね明け暮れてみたいな、そういう風に持っていきたいんでしょ、どうせ。で、一体誰が日本を救うね、最小にふさわしいのかだそうで、このところ総理は不眠気味で明らかに心労が重なってました。会議や報告を受ける時も目がうつろで、明らかに集中力や判断力が落ちていて、周囲も心配していた矢先でした。こう明かすの、これあの菅総理に対してね、官邸スタッフだと。9月3日、菅首相は次期自民党総裁選不出馬を明言、事実上退陣宣言となり、長丁では早くもポスト菅レースの火蓋が切って落とされた。そこで、政治評論家有馬さん、政治アナリスト伊藤さん、厚尾さんかな、ジャーナリスト藤本さんの3人に、有馬晴美さん、伊藤敦夫さん、藤本純一さんで合ってるかな、の3人に、主要な総裁選候補の政治家のコロナ関連の発言やこれまでの実績を採点してもらったと。で、その結果、岸田さんと河野さんが22位タイで、5人ともコロナ禍から日本を救う総理総裁としては成果に欠けていて、国民は唖然とするほかないという評価が相次いだそうで、で藤本さんが言うには、岸田さんは他の候補者に比べてマシに見えるだけで、危機管理能力には懸念材料があると。7月に岸田派議員のパーティーで感染者5人出していたが、感染拡大が続く状況下で政治資金パーティーを開催したらどうなるか、岸田さんは考えられなかったんでしょうか。で、今度河野さんに対しては、人気では選挙の顔と言えるが、ワクチン担当大臣としては力量不足、ワクチンの絶対量確保したからといって未だに希望する全員接種できていない、国と自治体のコミュニケーションももっと円滑に取り、よりスピーディーに接種を進められたはずだ。で、各メディアの世論調査で次の首相にふさわしい人で上位を走り続ける石破幹事長への評価もまあ高くはなかったみたいで、今度伊藤さんがコロナ対策については未知数とバッサリ、だって言及してないでしょ石田さん、政治評論家の有馬さんも決めてはなく実績も乏しいと手厳しいと石破さんに対してね。で、今度野田聖子さんに対しては、あと高市さんに対してもと、3人はいずれも辛口だ。まず野田さんに対しては、政府与党のトップにとして
として期待するのは難しいと。高橋さんについてはフェミニストには程遠く。フェミニストには程遠い。総裁となっても旧来の男性中心的な自民党を再構築するだけ。これは有馬さんが言ったらしいんですけど、女性初の総理総裁としては実績不足は否めないだそうですね。まあこの後もなんか、どんぐりの背比べみたいな感じでね、やんややんや。なんか知んないですけど、盛りかけの話なんかも出てきて、岸田さんの言及した部分についてかな。うん。まあなんか機嫌を損ねた安倍さんが高橋さんへの支持に舵を切ったみたいな。まあそんな話は昨日かなんか見たと思いますけどもね。うん。まあそんな評価だったらしいんですが、なんだろう、この個人の意見としてね、まあ僕もほらこの動画でね、あくまでも僕は個人的なね、僕個人の感想を言ってるだけですから。ね、でもこういう場合はさ、この人たちはこの個人の意見を一般化しようとしてますよね。うん。まあだからそれはなんか違うなって思うんですよね、まず。この印象操作なんてもうほぼほぼね、この我々一般の日本国民だってね、このマスコミが言ってることね、この新聞やテレビ雑誌で語られていることね、もう印象操作ね、見透かされてますもんね。うん。だから結局このね、このマスコミだから要は反日勢ですよね。マスコミもそうね、パヨク界隈もそうね、反日野党界隈もそうね、結局彼らって高市さんがもう怖いんでしょ、嫌なんでしょね、だからこういうことになるわけですよね。うん。しかもなんかすごいですよね、高市さんもなんかもう指摘してね、追及かける場所がもう見当たらないからってさ、見た目ね、性別は女性だが中身は男だみたいなこと言われちゃってひどいですよね。フェミニストだ、むしろ逆にフェミニストだったら評価してたのかよって思いますよね。てかもうそういう問題じゃねえじゃん、そもそもが。いやー、だからなんかまあこれ高橋さんのこの件に関するだけじゃないですけど、なんか女性は優遇すべきだけど、あの人は中身が男だから女として認めないみたいな、そういう意見って結構世界中ね、いろんなところで見受けられると思うんですよ。なんかそういう風潮なんですよね。うん。ああいうの見るたびにもう笑っちゃいますよね。自分が何言ってんのか分かってないのかな、この人たちはっていつも思うんですけども。まあだからこれもそうですよね。マスコミがね、結局なんかこう、なんだろう、日本をこう壊したいとか、日本社会を混乱させたいと企んでる人たちが、ね、要は誰を当選させたくないかっていうのがよく分かりますよね。うん。だからもう絶対何が何でも高橋さんを当選させてはダメだと思ってるわけですよ、彼らはね。うん。だってそもそもがね、この女性だからっていう話、もうおかしな話じゃないですか。ね。まあなんかこの3人ですか？うん。まあそれぞれ詳しくは知りませんし、知る必要もないし、知りたくもないんで、興味もないんですけども。まず接種率のことを言ってる人いましたけど、ね。これ欧米抜くのがね、確定してるのに力量不足って、じゃあどうすりゃいいんだよ。でもあんただったらどうしたいんだよ。どうべきだっつんだよ。具体的にどうするんだ？うん。で、あとこのなんか名誉男性認定して、フェミニスト以外の女性を叩きに行くとかね。うん。もうこれなんか辛口でも何でもないですよね。ただのなんか文句だよ。ね。うん。もう質が低いだけの、こういうの評論家って言えるの？あ、もういわゆるこのなんかコメンテーターとか評論家の類の人たちって、もうこんなのばっかっすよね。あの、なんかもう評論家の採点で総裁が決まるわけでもないんでね、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけどもね。うん。しかもなんかこの岸田派議員のパーティーで感染者5人出したって書かれてましたけど、そんなことありましたっけ？僕は知らないだけかもしれないですけど、政治資金パーティーでクラスター発生。え、聞いたことないですよね。保健所も認定してました？なんか感染者の中にパーティー参加者がいるからっつって、パーティーが感染原因じゃなかったと思いますけどもね。うん。いや、別に岸田さんを全力擁護する意図は全然ないんですけども。だからそれをね、パーティーがさも原因であるかのように認識しているジャーナリストのね、この藤本さん。ね、メディアに関わる仕事するべきじゃないですよね。その資格ないと思いますよ。ね。だからもう、それこそね、ひろゆきさんじゃないですけど、それはあなたの感想ですよね、レベルじゃん、こんなの。だみたいな。だったらいいなね。だったら潰しちゃうぞー的なね。もう評論家の人たちはもうね、こんなものが生業として成り立つのがね、不思議ですよね。楽でいいですよね。文句ばっか垂れててさ。ね。それでなんかこう、その、なんかこうね、発言がさ、全然見当違いのトンチンカンなことだったとしても、ね。うん。謝罪もせず責任も取らず、ね。知らん顔してるんでしょ？うん。で、次から次へとなんかあるたびに、誰かがね、どっかで何か言うたび、やるたびに、ね、ああでもないこうでもないこねくり回してね、いい商売だよね。うん。ということでね、やっぱりですかね、結局まあやっぱりっていう言い方ちょっと失礼ですけど、まあ高橋さんに頑張ってもらうしかないのかなってことですよね。うん。だってここまで嫌がられてるんですよ。ちょっと都合悪いってことですよね。うん。
ってことはイコール我々日本国民にとってはね、うん、よりいやもう完全に正しいとは言い切れないです。それはやっぱり人間ですからね、うん、ただやっぱり正しい部分が我々日本国民にとってね、うん、あやっぱりこの人にね総理やってもらってよかったなって思える部分が多そうですよね今のところですけど、まあ、頑張っていただきたいなって思います。ということで今回は以上です。ありがとうございました。歯が痛い。もうだんだんなんかこうなんか熱っぽくなってきたし、ズキズキ痛むし、なんかもう薬飲んでこよう。親知らず早く全部始末したいな。という、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。カパチブクロカッパ炎上です。じゃあね、この動画では、じゃあそうだな、この河野太郎さんのこの総裁選敗北をね、このマスコミ関係者がもう、どうしても受け入れることができない。国民のこの民意を無視していると。ね、なんかそんな訴えを起こしてるらしくて。しつこ。国民の声なんて関係ない。自民党が平然と世論を無視して首相を決めてしまうわけ。この人は記事書きながら、なんだろう、国民の声。なんだろう、議員内閣制とかなんか知らねえのかな。あれ学校で習いませんでしたっけ、この仕組みというかね。うん、まあいいんですけどね。まあこれソースは朝日新聞のまあ読者投稿欄みたいな内容だよな、これ内容的にはね。自民党総裁選が29日投開票行われて、岸田文雄前政調会長が河野大臣との決選投票を制し新総裁に選ばれた。岸田氏は第100代首相になる。国民や党員を対象とする調査では河野氏が圧倒的な人気を誇ってきたのに、自民党は国会議員中心の決戦ではそれとは違う結論を選んだ。なんでそうなったのか、だって。そっか。なんかもう読む気なくすな、こんなのさ。なんでそうなったのかわかんないんで、ね。ご覧ってあなたが代わりにね、朝日新聞に教えてあげてください。で、今度橋本さん。また橋本さんか。でもこれね、今日の橋本さんはちょっと違うんですよ。別にね、高橋さんとか岸田さんになんかこう噛みついたわけじゃなくて、なんかよくわかんない。これ場外乱闘かな、橋本さんの。橋本さんがこの自民党総裁選中継の様子を、なんかこの池上彰さんのこの総裁選の中継の様子を見て、なんか批判してるんだって。何を言ってんのかな。非生産的な政治批判コメントから変わるべき、是々非々でしっかり論評すべきだって。あれ今日のおまゆはここかな。まあ、橋本さんが池上さんのコメントになんか試験を述べたんだってさ。菅首相の後任を選ぶ自民党総裁選が29日投開票をされ、岸田前政調会長が決選投票の末河野大臣を破って27代目の党総裁に選出されたと。岸田さんは自身の特技を人の話をしっかり聞くと話していた。橋本さんは池上さんが岸田さんのこの特技特徴について誰の話を聞くのかという話などとコメントした記事を引用し、もうこういう非生産的な政治批判コメントからメディアも変わるべき、買ったことに関して是々非々でしっかり論評すべき、メディアが変わらなければ政治も変わらないとツイートしたそうです。よくこんなこと言えますよね。そうね、なんだろう、別に橋本さんをね、フォローするつもりはないですけど。だってこの池上さんってある種、このテレビ、ね、このテレビや連中なんかをもう、なんかね、テレビそのものって言っていいかな。を、まあ、具現化したみたいな人じゃないですか。ね、いわゆる。だから一方的な主張をして、で、それを聞く人間を置くような演出をして、いかにも正しいことを言ってるような、ね、そういう作りでしょ？池上さんが出てる番組、やってる番組ってそうじゃないですか。ね、池上さんがなんか喋る、で、そのなんか、他の番組出演者はね、あ、そうなんですね、みたいな。そんなんばっかでしょ。まあ、なんていうのかな。要は、欠席裁判みたいな感じかな。うん。まあ、僕はもう、だって池上さんの番組まともに見たことを、まあ、なんか、映像でね、確認のために見たことはありますけども、番組をね、番組と楽しんで見たことはないんで、あれですけどもね。まあ、いわゆるこの雇い主のこのスピーカーに文句言っても生産性のないこと、そういう意味ではこの橋本さんが言ってるのは確かにその通りですよね。だってほら、デタラメなグラフの前とかでさ、朗々と原稿をこうもっともらしく読み上げる人でしょ、池上さんの役割ってね。あとほら、細かい嘘をたくさんそこかしこに散りばめて印象操作するのも池上さんの得意のやり口でしょ。だからまあそういう部分でこの今回の橋本さんの指摘は確かにその通りですよね。だから池上さんみたいなこのなんていうのかな、この口だけこの批判の、まあ要はその中身のない、まあだから要はそういう内容じゃないですかね。だからそういう内容のこの番組、テレビや、まあだからマスコミにこう疑問を持たないのはとても危険ですよね。さらに昔に比べたらそういう人はもう減ってきてるとは思うんですけども。だからまあ結局、その
池上さん、みたいなこの立ち役割っていうのかな、要はいいのか悪いのかっていうのを言っちゃうとこの結果出ちゃうじゃないですか。だから批判だけしてあとは知らん顔、これがやっぱりねこのテレビ屋の人たちのこの楽なポジションじゃないですかね。だからまあ昔はまあ僕もなんかそういうとこありましたけど、このニュースを分かりやすく説明する物知りのおじさんみたいな、でも実際は全然もうガチのこのなんか要はこのなんていうのかな、エセ保守って言ったらいいんですかね、本当はこうねこの仮面かぶってるんで偏った思想の人ですよね。うん。ただねこれまあその指摘の部分ではまあ確かにその通りって言いましたけども、でも橋本さんだってさ、池上さんは池上さんで確かにそろそろなんかのこう老害の兆しがありますけども、橋本さんは橋本さんでついこの間まで何やってましたっけね。高市さんのこの上げ足取りをさ必死にこの食らいついて何とかして上げ足取ろうとしてたけどね、全く相手にされず叶わずにね、うん、なんか高市さん本人がいないところでなんかこうブータれるのが関の山だったって、そんなことやってた人ですよね。そういう人が言うセリフなのかっていう意味でね、そりゃなんかこうお前言うじゃんっていうのはそこですよ。逆に聞きたいですよね、橋本さんが言うじゃあぜぜひひってどんなね、なんかもうまるでね、自分こそはね、自分は池上さんとは違って生産的みたいに聞こえますけど。だって橋本さんだって例えばそうだな。ね、思いっきりこの大陸のね、このスポークスマンとして靖国参拝には否定的だったじゃないですか。ね、うん。我々一般の日本国民からすればね、池上さんだって橋本さんだって、どっちもただのさ、電波芸人ですよ。ね、うん、大陸スポークスマンっていう意味じゃ一緒一緒。うん、まあだからこうね、どっちがよりね、この大陸の意向をね、忠実に、ね、大陸にとってどっちがこういい仕事をしてるかっていう、そういう競争してるっていうんだったら、まあなんかニヤニヤしながら見ててあげますよ。いやそんなレベルですよ、うん、我々一般人からすればね、うん、あ誤解のないようにお願いしたいんですけどね、別にこの橋本さんやこの池上さんに対してこの好きとか嫌いとかそんな話はしてませんよね。例えば橋本さんの発言でさっきこう同意できる部分っていうのはちゃんとお伝えしましたよね。だから池上さんは例えば要はよく知らないことまで知ってるかのようにね、要は知ったかってやつですよねっていう話をするじゃないですか。これは別に政治に限った話じゃないですけど、だからまあ橋本さんの指摘はまあ最もでっていうのはそこですよ。要は批判のための批判はいらないっていうことですよ。だから結果に対してまあなんか文句っていうか、そのあれが言いたいことがあれば批判するべきですよねってことですよね。うん、そこはあの分かって言ってますよ。ただお前言うっていうことです。うん、まあでも結局ね、このまあ池上さんの番組に限らずですけど、テレビにこのかじりついてさね、見てる人たちってやっぱりもう限られたね、まあ年齢、そうですね、結構上目の人たちが中心になっ、だからほらあれですよ、サンモニとか喜んで見てるような人たちって言ったら分かりやすいんじゃないですかね。ああいう方々が満足できればそれで万事 OK っていうね、テレビア連中の考えてることなんて所詮そんなもんでしょ。だからもうそもそもが生産的なものとかもう求めてもいないし、求められてもいない、そういう界隈のそういう人たちだっていうね、そういう認識でいいんじゃないですかね。だからほらね、この人とか流れてる CM もちょっとなんか違うじゃないですか。我々が見てもね、はっていう感じでしょ。何も刺さんないのがほとんどじゃないですかね。あのなんかポリグリップの CM とかさ、あんまりこういう言い方失礼なのかもしれないですけど、あまり難しいことは理解できてない人たちが見てるんじゃないですかね。だからそういう人たちに刺されや、別に池上さんみたいな人たちでもまあね、うん、良しとされるんじゃないんですか。だってもうあの人はだってジャーナリストっていうよりも工作員じゃん。あの人っていうか、まあ、まあある意味橋本さんもそうかね。うん、だってほら大陸のスポークスマンなんだからさね。うん、うさばどうだろう、どっちが上とか下とかっていうよりもどっちもですよね。うん、まあだからそんな人たち同士がまあなんか場外乱闘してるっていうんで、まあそれはそれでいいんじゃないですかね。うん、でまあなんかこの話はそれぐらいで切り上げて、今度はなんかね、東京新聞というはまああの人たちかな、あれらって一応書きましたけど、まあなんかねこの企業経営者ら19人で作るこの選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー有志の会、なんその市民団体は。なんか岸田さんにこの注文、なんかまあまたなんか変なとこ膨らましてなんか希望願望なんかこう突きつけたらしいですよ。なんか経済人署名をね671人分集めたみたいなこと言ってるんですけど、なんだこれは。選択的夫婦別姓制度、これについてはもう何回もお伝えしてますし、で僕以外でもいろんなところでいろんな人がもう言ってますよね。これはもう戸籍制度をね崩壊させて日本社会をこうぶっ壊す目的でこれを言ってるわけですから、この人たちはね、うん、完全にこういう主張を掲げる人たちはもう日本の敵ですから、まあ、まともに相手するわけないですからね、うん、もうよその国でやっていただきたいですよね、こういう
人たちね。うん。まあいいや。ということでね、まあ、今回は、でもなんかこう、岸田新総裁が、なんか朝日記者にね、難癖つけられたけど、ビシッと釘を刺したっていう、そういう話で締めましょうか。なんか朝日新聞が、コロナ禍での新総裁の1回目の会見を30分で終わらせる、ちょっと少ないんじゃないんですかって、なんか上げ足取りにもなってないな。で、それに対してね、岸田さんが、できるだけ多くの質問を受けたいけど、時間制限なしには、政治日程に難しいと。皆さんにご協力いただき、やり取りをできるだけコンパクトにして効率的に行わせてほしいと。まあ、なんかこういう、やり取りっていうんですかね。このなんかほら、上げ足取りとかさ、粘着してきたりとか、なんかそういうめんどくさい人すげえたくさんいるじゃないですか。ね、記者だ に限らず。ね、うん。なんかそういうのを裁くのどうも岸田さんはね、上手らしいですよね。うん。決してなんかこうね、もうカチンと来てね、余計なことまでこの口走って、なんか墓穴掘ったりとか、絶対しない人らしいですよね、この人はね。うん。ということで、ぜひね、高市政務会、高市さんと共にね、岸田政権頑張っていただきたいですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。